ありがとうございます。さすが。さすが。どうでした皆さん、お昼ご飯、美味しく食べましたか？食べました。もう肉は満たされてますね。じゃあ次は肉を満たされましょう。今回は中村千尋さんがタバモノ発見セミナーっていうの、今多分あの資料と使うものが加わられてるんですけど、使って、まあ、自分たちにタバモノがどのようなものが与えられてるのかっていうのをみんなで発見していこう、まあ、どういうのように用いていくのかを考えていこうというセミナーです。一言お祈りして始めたいと思います。あ、先生、こっちに。じゃあ一言お祈りして始めましょう。お祈りします。ハレルヤ、天の父なる神様、今もう一度あなたの皆を心から褒めたたえます。主よ、あなたが今私たちをこの場所に集わせてくださっていること、心から感謝します。本当にこの午後もあなたが私たちに語りかけてくださり、聖霊様、ここにいる一人一人にどのような賜物が与えられているのか、それを発見することができるようどうぞ助けてください。また私たちが発見していく賜物の中で、あなたの皆を、あなたの栄光を輝かすために使えるものがあるなら、それをどのように用いればいいか私たちに示してください。どうかこのセミナーをリードしてくださる中村千尋さんを今あなたが満たしてくださり、あなたの霊の力によってここにいる一人一人に必要な気づきを与える、そのような学びをリードできるようにあなたが助けてください。主よ、このセミナー初めから終わりまであなたが導いてください。私たちもあなたに心を向けて、あなたに心を開いて、今から語られるセミナーを聞きたいと思います。主よ、私たちを助けてくださり、私たちを本当にサーバントリーダーとして整えてください。すべてを期待して、またあなたに感謝して、イエス様、あなたの皆によってお祈りします。アーメン。ではお願いします。拍手でお願いしましょう。皆さんこんにちは。案内には清水節と書いていたので、私が清水節だと思っている方は違います。違います。たまに間違えられるんですけど、顔も姿が全然違うので、なので、まあ、自分の自己紹介から少しだけさせてください。清水節と同じ JCML っていうところで働いています。アメリカの方で今フルタイムの主事をしていて、今期間限定で総主事代行というポジションで講師させてもらっています。そうですね、日本でクリスチャンになって、大学まで日本です。ネイティブのアメリカ人って間違われたんですけど日本で大学まで出て、進学校でアメリカに行って、そのまま今、そうですね、人の成長に関わるということに重みを与えられて、JCFL という団体で働くことを神様が今示してくださっていて、今6年目になります。早いものでアメリカ生活も10年そんな感じの人です。教えることは嫌いではないですが、得意でもないので緊張していますので、どうぞ皆さん優しい感じでお願いします。で、今回はこのセミナーは私が教えることが目的ではなくて、皆さんが一人一人が賜物の発見をしていくっていう、そういうワークショップになったらと思っています。じゃあちょっと まず皆さんに質問があります。プレゼントもらったことある人で、大体大体プレゼントってラッピング、まあ、そのままもらう人もいるかもしれませんけど、綺麗なラッピングがされたプレゼントをもらうと思うんですけど、そのような綺麗にラッピングされたプレゼントをもらったらどうしますか？1、ラッピングされた状態で写真撮ってそーっとそのままに置いておく。2、ラッピングを開け中に入っているものを知って使う。1番だっていう人2番だっていう人。そうですよね、大体皆さんこうどんなに綺麗にラッピングされていても、プレゼントとして中身をもらっているわけなので、開いて使う、それがプレゼントをもらう時の目的だと思います。これは、こういう、そして言い方が、あ、はい、すごいですね。こうプレゼントをもらっても中身を開かなかったら、そのプレゼントをあげた人にとって本当にあげた意味がない。で、これは賜物にも同じことを言うことができて、神様はプレゼントとしてくださっているんですね。その
くださったものをただ置いておくだけではいただいた意味がない、あげて使ってくださいっていうのが神様の目的なので、そのプレゼントとしていただいた賜物を開く、今日はそのような時間になったらなということを思っています。じゃあ今日のセミナーの目的ですけど、その一つ目は神様からプレゼントとしてもらった賜物のラッピングを開くっていう作業をします。つまり自分に与えられた賜物が何であるのかを知るっていうこと、そして賜物を活用した神様の働きの領域を知るとします。で、2つ目は今ラッピングを開けて知った、今度はこのラッピングを自分の視点ではなくて神様の視点で、じゃあこのラッピングを開けた中身はどういうものであって、どういうふうに使いたいと思ってらっしゃるのかなっていうことを知って、磨くための、今日はファーストステップ1個目の段階を踏んでいくっていう時間になればと思っています。このような言い方があります。これは私の神学校の先生が言ってたんですけど、英語ですいません、 Ministry flows out of being っていう言い方があります。ミニストリーをするときにその人の存在があるからこそミニストリーがそこから出ていくんだよっていう場所があるんですね。なので賜物を与えられた私たちのその存在からミニストリーが始まるのであれば、もう自分磨きをしていくっていうことは本当に大切だということです。ですので今日皆さんがそれぞれに与えられた賜物を知ることと、それを使う、場所、神様から見た領域っていうものを知っていただいたら、今日きっと目的が達成されるんじゃないかなっていうふうに思います。で、資料を2つ渡しました。こういうのと小冊子と1枚のシートがあると思うので、そちらの方に記入していきながら賜物のことを見ていくので両方用意しておいてください。で、このパワーポイント、さっきの哲さんのセミナーと一緒で、必要な方にはお渡しするので、また E メールを教えてください、はい、それからお願いします。じゃあ早速サクサクいきたいと思います。一応英語圏にいるので、変に英単語がもし出てきて分からなかったら手を挙げて、それ分かりませんって言ってください。お願いします。じゃあ今日ここでこのセミナーの中で言う賜物の定義を、ちょっと説明しておきたいと思います。皆さん賜物って思うと何を思い浮かぶんですかね。多分一番多いのは霊的の賜物っていうことを思い浮かべる人がいると思うんです。それも一部なんですけど、それだけのことを今日は言いません。ですので霊的の賜物のことだけではないっていうのが、今回のセミナーの中での賜物の定義の一つです。そして、2個目、神様が作品として私たちのことを形作ってくださった、その作品そのものが賜物。さっきの、ミニストリーフローザールビーン、そのビーンはそのものが神様からの賜物である、神様の作品である、私たちそのものが賜物なんですよですね。一箇所聖書を書きましたけど、エペソの2章の10節、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。ここで神様が私たちのことを作品とおっしゃってくださっています。この作品が私たちのことを賜物ですよっていうふうに、定義したいと思います。で、じゃあどういうふうに私たちそのものが賜物なんだよっていうことをもうちょっと噛み砕いていくと、ここにシープっていう単語がありますけど、シェイプは形作るっていうふうに、英語ではそういう意味がありますけど、この一個一個にピリオドがあるので何かの略なんです。これ聞いたことある人いますか。はい、アメリカのサトルパックチャーチっていう教会が主にこれを言っていて、これをアダプト取り入れているところが多くあると思うんですけど、今日はそこからそこと私が学んだことをいくつか取り入れながら、このシェイプっていうもの、私がどういうふうに形作られているのかっていうことを見ながら、卵の一つ一つを組み砕いていきたいと思います。で、 S は、はい、スピリチュアルギフト、霊的なものです。
で、あの説明をしていくので、とりあえず全部紹介しますね。 H がハート、心です。 A がアビリティーズ、能力で、 P がパーソナリティー、性格、個性ってあるのかな、これは個性ですね。で、E がエクスペリエンス、経験のことを言っています。このシェイプ、この5つのことを一個一個見ていきながら、あの自分がどういうものなのかっていうことを見ていきたいと思います。そして、たまものって言って霊的たまものって思い浮かんだ人、もしかしたらたまものテストっていうのを受けたことがある人がいるかもしれません。たまものテストって受けたことがあるって言いますか、なんか100何問とか受ける。ありがとうございます。で、今日言うのはそうやってなんか質問に答えていって、たくさん質問のことが書いてあるんですけど、ただ質問に答えていって、はい、答えがあって、質問が出ました、あ、答えが出ました、で、私はこのたまものです、そういうテストと答えっていうようなものではなくて、今回のたまものの見ていく上での大事点は、自分のことは自分が一番知っています。何をどういうものなのかを知っているので、その自分自身を客観的に見る中で、また神様に聞いていく中で、自分が何者なのかということを見ていって、賜物を発見していくので、ただ賜物テストではないということを、覚えておいてください。それがこの、セミナーの大前提です。では、あ、そして質問があったりしたら自由に止めてください。お願いします。では1つ目いきたいと思います。1つ目の S のスピリチュアルギフトです。はい、で、聖書を貸しますね。しかし皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。第1コリント12章7節、それぞれの益になるために一人一人に霊的な賜物が与えられると聖書で教えています。意味は、クリスチャンには神様から与えられたミニストリーを立て上げるために必要なものです。これは自分のためではなくて、ミニストリーを立て上げるため、神様の働きのために必要な能力として与えられるのが霊的なものです。そしてさっきも言いましたけど、クリストではなくて、自分自身で客観的に神様がどういう霊的な能力を与えてくる、賜物を与えてくださっているのかということを見ていきます。そしてこれは、約束ですけれども、霊的賜物は全てのクリスチャンに与えられています。全ての人に与えられている、与えられたのはノンクリスチャンで、クリスチャンとなった人は全ての人が与えられていて、そして一つだけではなくて複数与えられているということが聖書に書かれています。そして賜物は一生涯のもの、そして変わることがない、聖書には神の賜物と証明は変わることがありませんというふうに書いてあります。はい、じゃあこのシートを見てほしいんですけど、シートの小冊子の方の1ページ目、2ページ目、これが、出てきた魔物の種類と説明が書いてあるので、これを見ながらいきたいと思います。そしてですね、あとで今ザーッと説明をして、その後に何分間かで自分でこうチェックをしていってもらいます。この説明で自分に何が当てはまるんだろうかっていうことを、見ていきたいと思います。これは第一コリント12章、エペソ4章、ローマ12章、ここに書かれている賜物を、19個書いてあります。じゃあちょっと上から説明していきますね。1個目、アドミニストレーション管理、あ、もう中身に入っていきたいと思います。アドミニストレーション管理、オーガニゼーション、組織化とも言われるというふうに書いてあります。これ皆さん漢字読めますよね。そういうこと言ってみんな一個一個見ていったら自分で読めますか、説明しなくても時間の節約になります。で、2個目が、使徒で、3つ目が識別、4つ目が、激励、5つ目伝道者、6つ目信仰、7つ目与える、8個目
8つ目癒し、すいません9つ目もてなす、10個目知識、11個目リーダーシップ。私このリーダーシップっていうよりはルーリングっていう、こうリードなんつうのかな、こう統治するとか、そういう言い方ももしかしたら分かるかもしれないですけど、リーダーシップで12が哀れみ、13が奇跡、14が国会者、15が説教者って書いてあるんですけど、これちょっと訳の時に多分訳した人がちょっと誤ってると思うんですけど、これは預言者っていうことも入ります。ちょっとこれ書き加えてください。説教者っていう、そういうのは日本語の聖書では出てこないので、預言者ですね。まあ前に公然に立って喋るっていう意味で説教者なんですけど、預言者ですね。で16個目が使える、17個目教える、18個目霊的祈り。これは2つ分かれる場合がありますけど、この場合は1個で入ります。異言か異言の解き明かしの解釈で、19個目が知恵の言葉ですね。はい、で一応ここに説明があるので、何かこれを読んでみて分からなかったらこう私に何か言ってください。で英語の表現の方がいいっていう場合は、ここには英語書いてないですけど、私英語で英語の単語を言えるので見てください。そしたら説明します。でちなみに、私の場合のことを作業する前に説明すると、私はこのどうやってその自分の霊的なものが分かったかっていうと、実際に自分がミニストリーの現場に行った時に、何にどういう場面で神様が教えてくれてるかなっていうことをこう自分で客観的に見てたんです。でこれをこのリストを見ていって、説明を見ていったときに、自分に一番当てはまるなと思ったのが、国士ってあったの、何番だっけ、国会社、国会社、はい、14パスタリング、パストラルとかあったんですけど、これはただ牧師っていうことではなくて、ここに書いてあるクリスチャングループの霊的必要性の世話をしたり、彼らをミニストリーのために整える能力があるとかあって、で私が自分のことを客観的に見たときに思ったのが、私はクリスチャンの成長に関わるときにやったらワクワクするんですよ。あのクリスチャンの成長に関わりたい、この人がもうグイグイ成長していってほしいっていうことが分かったし、ただ分かるだけじゃなくて、もう行ってもうやってる自分がいるっていう、それを客観的に見たときに、あ、これは牧会の賜物だったんだなっていうのが分かりました。牧師じゃないし、私って何だろうと思ってたんですけど、でも、あ、牧会の賜物が与えられてるからその心があるんだなっていうことが分かって、この自分自身とリストの説明を見た時に分かったんですね、それが。っていうふうに、皆さんちょっとなんか今からちょっと祈って、この人とで照らし合わせて自分のことを見ていくんですけど、何か場面を神様は思い起こさせてくださるかもしれないので、この説明を見た時に、でそれにちょっと敏感になって聞いて祈って、それを聞いていくっていう時間を持ちます。結局自分しかわからないので、まず自分で客観的にそのことを見ていきます。で最終的に後で別の人に聞いたりっていうことをするのはすごく大切なんですけど、まず自分が自分自身を客観的に、神様はどういうふうに私のことを作られているんですか、見てらっしゃるんですかっていうことをこのリストに照らし合わせながら見ていきたいと思います。でその作業をちょっとしていきます。霊的リスト、霊的賜物リストを祈りながら読んで、各霊的賜物が自分に当てはまるかどうかを考えてください。そしてこの中で自分に当てはまるものをチェックしてください。3項目ありますね。あ、この賜物は私は持っているって思うもの、塗りつぶしてもいいし、ただチェックを入れてもいいです。この丸の中ですね。下の、空白のところは説明文なので関係なくて、丸いところにチェックを入れてください。この賜物を多分持ってるかなっていうものは真ん中、そして私はこの賜物持ってないなって思う人は、一番右側だから、全ての項目どれかにも当てはまるはずなので、この、チェックを入れていきたいと思います。はい、じゃあ一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたのお名前を賛美します。神様、一人一人を今ここに集めてくださったことを感謝します。今から私たちがどういうふうに形作られているのかということを見ていきます。まず本当に霊的な賜物、あなたが、私たち一人一人にクリスチャンとして呼んでくださって、そして特別に与えられている能力があることを、感謝します。神様、どうぞそれが何であるのか、あなたの益のためにも
用いたいですから、一人一人に教えてくださいますように、今リストを見ながら一人一人が思い巡らします。その思い巡らしの中でそのことを気づかせてくださり、思い起こさせてくださり、また新しい発見を与えてくださいますように、客観的に自分のことを知っていくことができるようにお願いします。あなた一人一人を性別してくださり、そのことを教えてくださいますように、この時間を祈ります。イエス様のお名前を通してお願いします。それでは、一応3分間で間でこのリストを見ながら、やってみてください。でちょっと3分後に時間が足りるかなってことを言いますので、足りなかったらもうちょっと続けます。で英語が欲しい人は、英語の説明が必要な人は最終的に1個のものにまたまとめていくので、今のはそのままにしといてください。次は H はハートです。また聖書は一箇所あります。日々お話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないかという弟子たちの表現の仕方がありました。これは心を本当によく表している箇所だなと思うんですけど、神様が心にワクワク感とか燃える思いっていうのを与えてくださるっていうのがあります。心を与えること、また心や情熱を、傾けていることっていうことが、人それぞれ違うものだと思っています。それは何でしょうかっていうのがこのハートのことです。このハートで3つの、情熱を今回見ていきたいと思うんですけど、1つ目は役割に対する情熱です。何をするのが好きなのか、どういう役割を持つことが好きなのか。で2つ目は特定の人、People Groupって言いますけど、特定のグループの人たち、そのどういうタイプの人たちに対して情熱があるのか、どんな人を助けるのが好きなのか、子供なのか大人なのかとかいろいろあります。どういうグループに対して自分がこの人たちに関わりたいというふうに思うのか。で3つ目、問題に対する情熱、英語だとポーズって言いますけど、これがあると私ちょっともういても立ってもいられない、これは何とかしたい、私が何かしたいって、心がネガティブなものからですけれども、私何かしたいっていうふうに心が動かされる、そのような状況がある、ですね、よくポパイが I can't stand no more っていう変な英語を使ったんですけど、あれはもう誰が、私がやらなきゃ誰がやるっていう思いを表現してるんですけど、私がやらなきゃ誰かやるじゃなくて、私がやらなきゃ誰がやるんだっていう、その思いを持ってポパイはガーってほうれん草を持ってガーって、そういう感じに心にもうどうしようっていう思いを植え付けられている場合があると。それが問題に対する情熱を表している。じゃあまた私の例を一つ言うと、私は、大学でカウンセリングの勉強をしてたんですね。でそれはなぜかっていうと、こう精神的に内面的に弱い人を見た時に、すごい心に教会は何かしなくていいのかなって中学生の時に思ったんです。でその中学生の時に思った思いから、この内面的に弱い人に関わりたいっていう思いがあって、その時は分かってなかったんですけど、後から振り返ったら、その心の弱さを覚えている人たちに対して私は何を持っていたっていう、それを神様が与えてくださった心なんだなっていうふうに気づいたんですね。でそういう人たちがどういう人なのかっていうことを、またさっきのリストを見ながらやっていきたいと思います。すいません、ダダダって言っちゃうんですけど、ページ数は3ページ、4ページ、5ページ、3ページ、4ページってあります。でこれで、1個目が役割に対する情熱で、1個目は、ピーポーグループ、その特定の人に対する情熱、3つ目が問題っていうのが書いてあります。これをザーって見ていって、自分にはこういう、心、ファッションがあるなっていうものをチェックしていってください。でここにはないものがあると思うんですね、パッて浮かんだのって。そしたらもう自由にその他、また下のクリップに加えていって、ここに私は心があるっていうものを足していってください。で設定のことを考えたときに、今いる自分 の, 今日普遍的教会、地域教会って両方学びましたけれども、大きい普遍的な教会を見たときの
状況とか心っていうのもあると思うし、今置かれているローカルチャーチ地域教会の中で与えられている心っていうのもあると思うんです。それはどの場面設定にするかっていうのは皆さんにお任せするので、その中で、見ていってください。じゃあ一人一人なんか言いながらまたこの心についてアセスメントを解いていってください。じゃあまた一応3分間ということで時間を差し上げます。で英語の説明が必要だったら後ろに施設さんがいるので彼は各々その能力に応じて見せてっていうタラントのタラントを与えて旅立っていったっていうその例え話のところで、その能力をその主人は知って与えていったってことは、それぞれに違う能力が与えられていって、そしてその能力に応じたものは任せていったっていう聖書の箇所だと思います。人にはこう生まれながら持っている能力と成長過程の中で習得した技術があります。この、2種類の能力のこと、スキルのことをここでは、能力というふうに言いたいと思います。生まれながらの能力っていうのは何だろうかというと、こう生まれ持って先天的に持っている物事を達成するために必要な技量やスキル能力、才能について表します。生まれ持って耳がいい人とかっていると思うんですよ。音楽をやっていて耳を鍛えてって人と、また別で生まれ持っていい耳を持っている人って多分いると思うんですね。とか生まれ持って特別に優れた能力と、あとは習得したスキルを習っていって学校で勉強していって習得したスキル、特別な学校に行って特別な習い事をして得ていった、スキルっていうのがあるこの2つの場面で、ある能力とスキルのことをここでは言っています。そうですね、私の場合音楽っていうのは、音楽をやるんですけど生まれ持って多分持っていたんじゃないかなということを自分で思います。あんま使う機会がないのでちょっとセミナーしてるのであるんですけどもう1個はさっき言った大学でカウンセリングの勉強をした時に初めて人の聞き方っていうのをすごい勉強してコミュニケーションスキルを得ていったっていうことがあります。そういうふうにして自分の場面場面で持っている生まれ持った能力とか後から習得したスキルがあるなっていうことを今から見ていってください。もうこれもすぐにアセスメントに入りますけど、たくさんの能力や技術っていうものがリストされていますね、ページにわたって。でその中で自分が持ってるなっていうものをまたチェックしていってください。でこれも、自由に新しい選択肢を加えてください。この能力私あるのに書いてないっていうものは入れてください。でちょっとややこしいのが6ページ目の方のテクノロジーのスキルっていうのがあるんですけど、これはこう専門分野じゃないとほとんど当てはまらないと思うので、上級だなって思うものだけチェックしていってくれたらいいです。じゃあまた一応3分ぐらい時間をとってやってみてくださいです。まあ、正確でもいいかもしれないけど、文字通りかせ聖書の箇所が思いつかなくて何も書けなかったんですけど、これは、奉仕やミニストリーに対する自分の行動や反応の傾向なので、何かをするときに自分の個性がどういうふうに現れているのかなっていうのを見ていきたいと思います。個性は霊的賜物や能力、今見ていった SA の部分のところをどのようにまたどこで用いるのかに強く関わっています。個性の場合はこれは今までテストはしないって言ったんですけど、ちょっとテストを受けてみるのもちょっとお勧めしたいと思います。例えばこういうテスト受けたことありますか？マイヤーズ・ブリッグスとか、ディスクとか、アニマルテストっていうのがあって、これはリンクがないので取り合わせてください。資料を送ります。こう自分のパーソナリティがどういうタイプなのかっていうことを見るすごくいいきっかけになるので、これはちょっとパーソナリティテストを受けてみたり、自分はこういう性格があるな、個性があるなっていうことを、見ていってくれたらいいかなっていうふうに思います。はい、じゃあこれも早速作業に入りますけど、1ページだけ短いものがあります。はい、7ページの個性テストっていうところに、
右と左にこう書いてあるんで説明が。で、こう対になっているので、左側が、1個目を見ると外交的。私はたくさんの人と接したり、さまざまな活動に参加することを通してエネルギーを蓄えるんです。そういうタイプなのか、右側、内向的。私は少人数の人と接したり、静かな時間を持つことによってエネルギーを蓄える。これは右か左か、どっちかだけをチェックを入れてください。これ全部一緒です。自己表現が得意なのか、それとも自己の考えを抑える方なのか、協力的なのか、競争的なのか。これはちょっと見てください。また、奉仕をするときとか、ミニストリーの機会で、仕事でもいいんですけど、決まりきったルーティンワークをしている方が好きなのか、それとも仕事がどんどん変わっていくの方が好きなのか、チームで奉仕をするのが好きか、チームプレーがいいのか、個人で奉仕をするのが好きか。これスポーツとかで考えると個人競技が好きかグループ競技が好きかっていうので結構わかるかもしれないですけど、あとは仕事を終わらせることに重視があるのか、それとも人に関わることに重視があるのか、何かを成し遂げていくときにタスクを終わらせることが目的になっているのか、なのか、それともどんな状況であっても人に関わる方が重要視されるのか、そのタイプですね。6つだけなんですけど、それを見ていってください。神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ローマの箇所を見ています。で、ここではどんな経験も神様は用いられるということをこの御言葉の中で表されていると思うんですけど、霊的な経験もそうですし、過去にあった痛みを伴う経験もそうですね。で、教育、どんな教育を受けてきたのかっていうことも思うし、職業、こういう職業に関わってきたこと、そしてミニストリーの経験もあると思います。嬉しい経験でも辛い経験でも神様は意味があってその経験を良しとされたという事実に目を留めてください。そしてそれは神様の働きに関わる秘訣が隠されているっていう特別な意味があります。この経験を通ったから理解できる人たちっていうのがいたり、この経験をしたから分かる、出すことができるアドバイスっていうのもあると思います。そしてこの経験をしている人がいるから心に思いが与えられて祈り心が与えられるっていうものがあると思うんですね。そういう経験、一つ一つの経験をまた、見ていきたいと思うんです。で、私の例を言うと、どんな得意な経験があるかなと思った時に、私は高校生の時に親と母親と和解をするっていう経験をするんですけど、その母親との和解の経験が自分の中ですごいんですよ。で、知らない母親の姿があって、その母親のこう子供時代に通ってきた、その母親と父親の関係との、自分、私のおじいさんですね、との関係の中での傷が私に影響を与えていたということが分かって、そのせいで私と母の間でギクシャクしていたことがあったんです。でも、そのあるすごいくだらないインシデントの原因があって、バカって言われたそのたった一言で私は傷ついた経験があって、で、そのことを親に 言うこともできずに、で、手紙のやり取りをしたんです、同じ現象に。で、親、バカって言われたことに対して私はどうお母さんに接していいかわからなかったと手紙に書いて、で、母親はそのことをこう自分の子供の時の経験とか、そのことをイエス様に今癒されてるところなんだ、だから女の子をどう育てていいか分からなかったっていうことが本当に申し訳なかった、それがこういう行動に出てしまったのかもしれないみたいなことを母が言ってくれて、まあ、むしろお母さんの方がすごい寄ってくださったから、こういう感じになったんだと思うんですけど、
その高校1年だったかなの時のその経験がすごくその後母との関係が良くなったんですね。そういうその経験、和解をするっていう経験を通して親子関係が苦しんでる人に対しての思いが与えられたりとか、こういろんな経験があると思うんです。で、皆さんにもそういう経験、いい経験も辛い経験もあると思うんですね。ちょっとそのことを思い出してもらって、またこのアセスメントをしていってください。たくさんのことがリストされています。でも経験なので個人的なものなので、必ずしも当て、全部が書き記されているかどうかは分からないので、自由にこれも足してください。8ページ、9ページ、10ページにたくさんの性的経験、痛みを伴った経験、教育の経験、職業経験、ミニストリーの経験というのがリストされています。でこの中で当てはまるものをチェックしてみてください。じゃあお願いします。D まで見ていきました。じゃあ今度これをどうしていくかっていうと、この5つをバランスをこう神様があえてその5つの角度から形作ってくださって、それをこう統合させた神様のための働きにの関わり方っていうのをそれぞれに与えてくださっています。さっき賛美のことありましたけれど、こう音楽の能力があって、その人によってはもしかしたら予言の賜物と音楽とコミュニケーションのスキルがこう3つ重なって奉仕の場所っていうのがあります。霊的な賜物だけがそれだけがいくってことではなくて、それまでの経験だったり能力だったり心だったり全てが合わさって奉仕の場所っていうのが出てくるんですね。それをちょっとここにこの紙を出して、でここに今それぞれ S から E の中で書いていったものをこう全部当てはまるものを書き込んでいってください。はい、適当な項目にっていうのは S、A、H ってなんか書いてあるところで全部で、そこに自分のものを書いていくんです。意味わかりますかね。この紙の、一番上 H って書いてあります。つまりさっきの H のところで調査紙で、最初から言いますね。スピリチュアルギフト、霊的賜物の中でたくさんチェックを入れたと思うんですね。私はこの賜物を持っているっていうのをチェックしたものに関して、この S のところに書いていきます。で、次 H、ハートのところで役割に関するものっていうのはここの一番左下に H の役割って書いてあります。3ページ、小冊子の3ページに H ってありますよね。はい、H の丸1は役割に対する情熱についてチェックを入れたんです。はい、この役割に対するものをこっちの表の左下、役割っていう書いてあるところに書いてある。丸したものを丸したものを書いてある。で、その後は特定の人に対する情熱ってありますよね、4ページの上。これは ここの上ですね。特定のグループ、興味グループだと問題、課題っていう。ここに選んだものを書いていってください。たくさん書いた人いると思うんですけど、たくさん書いてください。そして A、アビリティもは左の真ん中ですね。A、能力のところに書いてください。P、パーソナリティはチェックしていったものを当てはまる方にチェックを入れてください。右側です。そして
いい経験はたくさんあるんですけれども、4つだけ書いてあります。霊的与える感情知識って書いてあります。この中で当てはまるものをチェックしてください。じゃあこれまた作業なんですけど書いてください。当てっていうのが分かるためにここに記入してもらっています。これを最終的に一番下のところにあるところに記入をして1個の文章を作っていただきたいと思います。私にとって誰々にまた何とかのためにどのようにどういう必要を満たすために何をすることが最も効果的な働きっていう文章を作っていってもらいます。これは書いたものを全部記入した文章にならないので、これを見ながら自分が一番ここにふさわしいものは何だったっていうのを選んでいって文章を作っていってください。わかりますか？手帳って意味だったんですけど、特に賜物をとか神様が本来作った姿っていうことを見ることができない人たちがいるときに、その人たちのためにどのようにいいよパーソナリティで、私は少人数がいるので少人数で個人的に関わって、いいの経験、霊的な必要、知識的な必要を満たすために時間を作る、そういうことをそんな感じで、そんなシンプルにしていきます。そういう風に作りました。今日はここで書いた文章分かっちゃったしかないんですけど、終わってないので今日は今ここは省くんですけど、ちょっと、どこかで時間を続きをやってもらって書いた一つの文章をこう誰かに同性の人と分かち合って、それって神様の前に出ての決意と一緒なので、こう教えてくださったことに対してどう応答したのか、していきたいと思っているのかっていうことを話して一緒に乗る時間をぜひ宿題として持っていってくれたらなっていうふうに思います。すごい駆け足でもうちょっとプロセスすることができるような時間になれば本当に良かったんですけど、すみません、なので分かち合いはこれは、宿題にします。持って帰ってくるとこはないですけど、はい、一応あれは一応していくということは、今度は
それを用いていく、自分に賜物がどういうシェイプが与えられたのかが分かったら用いていってください。機会を本当にどん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 得ていってください。この用いていかなくては発達しません。そして間違いっていうのは、人に見える間違いっていうのはあるかもしれないですけど、神様はどん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 用いてほしいと思っているので、間違いを、人の目に見える間違いを恐れずに、これは私のものだなっていうふうに分かったものに対してどんどん出ていく、機会に応じていくっていうことをしてください。今置かれている教会やミニストリーや職場、家庭、いろいろな場所でその賜物を用いていくことはできます。神様は特別に与えたものをどういう機会に用いていくかということを見極めながら、その画面に参加していってください。また定期的に今やったようなシェイプ、自分が発達していくのであれば、定期的にやっぱり、客観的に見ていくことが必要になってくるので、時間が経っていったら、見ていきましょう。また、日々のデボーションの中で、私は今日、一日こう朝デボーションして、また帰る前とかに本当にこのシェイプを用いた一日だったのかな、神様が作った自分自身のその作られた様に応じて自分は今日生きたのだろうかということをこう思い巡らす、そのような時間を持っていてください。そしてあとはさっきも言いましたけど、自分で客観的に見るのと同時に他の人の意見を聞いていくのもすごく大切です。私こういったものがあると思うんだけど、どう思う?で、他の人の意見を見ていくのも大切です。そして一番最初に言いましたけれども、賜物は自分のためではなくて、神様に栄光が返されるために与えられたものです。神様のミニストリーのために自分自身がどういうふうに用いられているのかということを、本当にそれも思い巡らしの中に入れていってください。常に神様に聞いていくこと、私はどういうふうに作られているのか、そしてその作られた様に生きていますかということを聞いていってください。それが、普遍的な教会の場面でもあるかもしれないし、地域教会の中でもあるかもしれないし、その、置かれているところでその時に必ず用いられますので、それを聞いていって用いてください。でもう一つ、神様は神様を愛すると同時に周りの人にを愛しなさいとおっしゃったように、他の人に使える時にも用いられます。ですからコミュニティの中で、他の人のシェイプを見つける、またそれを用いていくためにまた使っていってください。わあ、すごい駆け足になりました。じゃあ本当に最後の最後です。大事なのはまずプレゼント、自分自身というプレゼントを開けて自分に何があるのかを知ること、そして自分の関わるべき領域を知っていくということです。そして神様の呼びかけに従うことが大切です。今与えられているもので動いていくということがありましたけど、それと同時に神様はたまにチャレンジをします。持ってないかもしれないと思う時にも、これを経験することで伸ばしたいんだよって、出ていきなさいっていう時があります。その伸ばされる機会に対しての呼びかけに従うことも大切です。私たちがしなくてはいけないのは、自分たちの心ではなくて神様の心に近づいていくこと、そうすると神様は近づいてくださると言葉で約束されています。ので、今回シェイプを勉強したので、最後にこれを覚えてスリムでシェイプということで、さらにシェイプアップされてください。すいません、超駆け足でなんですけど、宿題として続けてやってください。じゃあ最後に祝福のお祈りをして終わりたいと思います。愛する天のお父様、感謝します。すごく駆け足でしたけれども、あなたが一人一人にまた客観的に思い巡らす中で教えてくださった一つ一つの事柄を感謝します。神様、私たちが願うのはあなたが望まれることに応答することです。神様、これから一人一人が歩んでいくときにその歩みをしていくことができるように導いてください。今集まった全ての人を祝福してくださいますようにお願いします。イエス様のお名前を通してお願いします。アーメン。もしも質問があったら、ご連絡ください。